東の対岸には相模線、そして圏央道を見ることができます。ここは神奈川県の平塚市にあります東海道新幹線の相模川橋梁です。西には大山をはじめとした丹沢の山々を見ることもできます。この橋ですが、昔は自転車をまたいだままくぐることもできました。しかし今年1月頃の工事によって自転車をまたいだままでの通過は難しくなりました。その分安全が確保された感じですね。この橋は通過する新幹線との距離が非常に近いことで有名です。少し離れた場所から撮影していますが、それでも迫力は十分です。橋には相模川と書かれています。これ運転手さんから見えるんでしょうか。この辺りは時速275キロで通過すると聞きます。橋の下に三脚を設置してみました。反対側上り線を新幹線が通過していきましたが、それでも音は凄まじいものです。真上を通過すると恐怖にも感じます。橋脚には注意書きがあります。新幹線の走行を阻害すると関係法令により厳罰に処せられます。当たり前ですね。皆様も訪れてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。